ドッキあどうも、ドズルです。そしてどうやったの、キヨキヨって。そしてハルパパです。はい、どうもやってまいりました。ドッキハルのお時間でございます。寒い、今日寒い。ユキヨさん、寒いって言いながら、まず半袖半ズボンだし、バルスだし全部ドズルさんの効率的なね。そう、今日僕ん家に来たんですけど、僕ん家来た第一声、なんか貸してくださいって勝手にバルス聞いてましたということで、本日もドキュアリやっていきたいと思うんですけど、今日の企画は痛いです。痛い、痛い、どういうことですか。痛い、痛いです。もうね、僕たちやっぱいつもね、保身に走りすぎなんですよ。なるほど、なるほど。本当にこう楽な方、楽な方に行きがち。やっぱ強くないよ、そんなね、甘い世界じゃないですよ。だってクラロアっていうのは、確かにもう殴り合い、切り合いですから。確かに、そう、確かにそうですよ。そういうゲーム痛いですよ、痛いですよ。爆発ありの、爆発あり、最悪じゃないですか。 YouTube 的に大丈夫なんですか。僕たちもやっぱプレイしてる以上はちゃんとやっぱスリリングな気持ちを味わいながらやらないといけないと、いうことで、本日の企画、タワーにダメージ入ったらリアルダメージ入るロアよりやっていきたいと思います。以前も一回僕実はやったことあるんですけど、タワーに例えば100ダメージ入りましたよ、はい、したらリアルダメージが100分入ります。リアルダメージ100分、リアルダメージは肩パンだとちょっと分かりにくいと思うんで。確かに痛いし。今日はね、こんなものを用意しました。ででで、出た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 、それこちら僕のドッキリ使ってるんだよ。高圧電流しながらしたらバレるのかみたいな、あの動画でね、あの見てない人はぜひ見ていただきたい。概要欄にリンクありますか。概要欄にリンクあります。これを使ってね、あのプレイヤーはこれをつけて戦う。これ一回ちょっとマックスどのぐらい。いや、これ結構強いですね。じゃあ、言い出しっぺがやってください。結構ね、本当に強いんで、あ、全然普通のふざけたリアクションしないですからね。これ多分10段階ぐらいあるんですね。なんかそうですよね。これで多分マックス。あ、ゆっくりきますね、ゆっくり。最初のうちは、デッドから。波があるんですよ。ドゥルーッ、みたいな。ああ、動いてる。え、これ本当に？本当、本当、本当。大丈夫これ。え、本当、これ本当に？こんなリズムよくいかないってこれ。勝手に動くんですよ。本当にね、動いちゃうんですよ。今日はこれをね、装着していただいた状態で、そっちの手だけを使ってプレイしてもらいます。あ、こっちに貼ってこういうプレイ。逆の手使ったら全然普通のプレイできちゃう。そうか、そうか。じゃあこういうプレイね。はい。だから、タワーに、自分のタワーにダメージが入らないようにプレイしてください。うわぁ、グーパーチャンス。お、じゃあまずはドズキをバトル。じゃあこれをちょっとね、セッティングするします。はい。はい、ということでセッティング完了でございます。ちゃんと見せてください、見せてください。あとはプラスボタンを押せばその分電流が流れます。なるほど、俺のさじ加減です。はい、ということで、守りが強いデッキがいいですよね。守りが強い、タワー捨てたらやばいですね。タワー捨てたら終われるっていうやつ。確かにそうですわ。よし、僕 OK です。じゃあ出します。バン。これついた方の手だけでプレイする。そう、右手、私は右手だけで、ヒョギさんは左手だけで。こういうことです、こういうこと。はい、こういうことでいきましょう。俺はこういう形で。やばい、これもう早くもね、なんかちょっと指の先に変な汗かいてるんですか。なんかそう、手汗すごいかいちゃってる。最近電気、ラブハンズ。あー、おー、ジャイアンとか。これはちょっと、ラブハンズ今下が。これどうしよう、どうしよう、どうしよう、どうしようかな、これ。俺はこれ右手使えないですからね。右手使えない、肩が重いな。確かに、確かに肩が痛いな。はい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 、ダクねえね。確かに。あー、いいな。いやこれはちょっと、これはどうだ。これは、いや辛い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 。ライトニングで、いやきついきついきつい。コウモリだ、コウモリだ。あー、1段目あった。あー、1段目、1段目、1段目。あー、入ってる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 。2段目ぐらいかな、これ。2段目ぐらい、2段目ぐらい。急に1個段階上げて、ゴズル様に。あー、来てる来てる来てる。1段階だけど、なんか来てんのやっぱり。ちょっとね、ビリビリしてますね、ビリビリ。いや、待って、これ本当に1段階です。1個だけです。結構、3段階で僕結構、あ、来た。今どうぞ、3段階。入った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 。ちょっと、ちょっと、じゃあダメージ量的にもう1個だけじゃない。ちょっと待って、なんかもう肩がさ、この力、痛い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 。これって神経に貼ってやる、本当に。神経神経が。あー、待って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 。もっと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 。3段階ぐらい。なんか悪くない。痛い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 。痛い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 
ップしたくないのに。タップしたくなかったのに。これもうどうすんのこれ。もう両腕つけます、ドズさん、これは。いやいや、待って、待って。いや、3段階で見たい、結構。キョキョキョ、来た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 。いや、生反応ずるくない。痛い、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 痛い。ほんとに逆転あるのか、逆転あるのか、神経、神経が痛い。さあ、残り30秒で全員マックスします、これも。神経、もうドズさん、マックスだからな、もう。神経に張ってる、この辺で。全然違うとこになっちゃった。やめてやめて、皆さんカメラに収まってくださいね。もうね、ないわ。もう行って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 、めっちゃめっちゃ血管が腫れてる。やばいやばい、早く終わってほしいんじゃないですか、2人とも。確かに、どっちでもいいからもう終わってくれって。じゃあ三段階で肩上がっちゃう、なんか本当にね、ちょっと携帯が言うこと聞かない。これ三段階の強い、三段階の結構ね、やべえ、やりたくないから。これやべえ、マジ。清水さん、ちょっと勝ったらもう一回っていうやつあるんですけど。勝ったら、勝ったら、違う、勝ったら一抜けでしょ。一抜けなんですか。そうでしょ、だって負けたらいいみたいになるじゃないですか。確かに。あー、なるほど。ストップ、完全、ちょっと一回出て。どう止めるの。長押し、長押し、長押し。いや、汗がすごい、見てこれ。わかるかな、水滴。全然プレイできないっすわ。もう携帯がこんなになってました、本当に。続いてはハルパパ選手ベース。ちょ、さっさともう勝負決めよう。さっさ、これやだな、本当に。いきます、試合開始。スタート。さあ、始まりました。さあ、これ本当にやだ、本当に。いやこれね、まだ入ってないですよね。いや、まだ入ってないけど、なんかね、若干ね、なんか来てるかな、来てる、来てる、なんか来てる気しますよね。気しますよ、本当無理なんだけど。待って、右手添えてもいいですか、これ左手。ダメダメダメ、携帯がこのブレるのが醍醐味なんで。そうすると右利き有利って設定思うじゃないですか。でも、ロイジャイ絶対そうする。最悪、マジで性格悪い、性格悪い、これは。そうだ、入った、一発、二発。いやいや、そっちじゃない、こっちじゃない。もう今、二発ぐらい入ったら二段階、二段階、どうですか、二段階。まだね、感じてないです。さあ、ベビドラが、どっかのタイミング、あ、来た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 。そうそう、ジャイアントが、入った入った入った、一発、一発入る、ポチ。二発、二発入った、二発入った、二発入った。これって2発とかでしたっけ。一発入る、ダメージ量ですね。ダメージ量、はい、そこ、まあまあ、そこはね、ジャッジの、いや、痛い、ジャッジ、あー、来た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 、待って待って待って、2でも痛いっすね。2でも痛い、普通にまずい、これ2だと、放送事故になるよ、これ。ちょ、待って待って待って、2だと、まだこう、手が支配されることはないですけど、地味に痛いっすね。なんか嫌ですよ。いやいやいや、もうね、こうなったらね、タワーは飾りも、さあさあさあ、結構入ってる、結構入ってる、結構入ってるよ。タワーは飾り、このルールで、マジで結構入ってる、結構入ってる。待って待って、マックス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 、マック
手ルール皆さんもやってみてください、ね、おすすめするんですけど、確かにね、友達とかとね、これちょっと真似へん、良い子は真似しないでね、そうですね、いうやつですね、もう体力ないじゃないですか、2人いやもうなんか変な汗かきますよ、いやちょっとね、まあ皆さんも怪我しない程度で、確かにね、もしよければタワーにダメージ入ったらリアルダメージ入るロワイヤルやってみてください、うん、肩パンとかしちゃダメですよ、確かに、ね、こう中高生肩パンしがちですから、しがちしがち、危ないな、ということで、まあ楽しみながらやってみてください。本日コラボしていただいたキヨキヨさん、そしてハルポポさんのチャンネルの説明欄にありますので、こちらぜひとも、見てみてください。ということで、ご賞あざした。